あそこだわ、あそこバス停。昨日も朝まで飲んだわ。またやめなよ。2日連続だわ。いいよそんな。今日日曜日。うん。まだあるね。バス少ないんじゃないの？うん、まだある時間。1時間に1本しか来ないじゃん。いや、2本来る時もあるから。まだあるわ。何が面白くそだなっていうのお前。厳しい。2本来ることの何が面白いの？いや、いいじゃん。そうやってヘラヘラして生きていけよ。うん、それが一番いいんだから、ヘラヘラして生きていくの。いや今日も、うん、出ますわ。何が？あれ、大河ドラマ。いないって。今週も出るな俺、大河ドラマに。いないよ、うん、すごいよ。若手芸人でいないじゃん。だって毎週さ、その大河にさ、うん、今日出ます、来週出ますってあんまり 言わないで、先走ってその出る言わないでみたいなことは一応言われてんだけど、うんうん、でも前の週の放送が終わった瞬間に公式ホームページがアップされて、うんうん、でなんかフォトギャラリーみたいなの出んの、うん、そこに自分が映ってると、じゃあ来週も出ますねっていうことになる。はい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 、そうそう。だから先週終わった時点で俺がさ1枚さフォトギャラリーに写真写ってたからさ、うん、今週も出ますみたいなこと言える、うんうん、なるほどね。そうそうそう、それに出てないと。世間知らずの地域のお母さんが大絶賛してたらしい、俺の1週目の芝居。同期の世間知らずのもう見劣りしないすごいすごいって。で、地域も、うちの母ちゃん褒めさせたら大したもんで。え、言ってた、地域が。どういうこと？うちの母ちゃんは見ながら手叩いて笑ってた。笑えるんだ、うん、笑えるよ。それぐらいでも違和感なかったってことだよね、うん、一話がね、第一話。出てきたことで笑ってた。もう、それが面白い。出てるで笑ってた。出てんの面白いよ、ね、うん、いや、本当に。いや、昨日もさ、飲んでて、友達と、まあ、一応そのもう本当にこのタイガーをきっかけに俺はステップアップしていくから、もう君たちとはもう付き合うのやめていくっていうことは言いつつね、楽しく飲んでたんだけど、なんか女性もいたのよ、女友達もいたの。で結構さ、女友達別にどういう感情もないくてもさ、結構こうセクハラしていきたいなっていう気持ちは結構あんのね。なんでだよ。でもやっぱ今このご時世だし、あんま良くないじゃん。うん、そうだね。いや、もちろんもちろん、うん、女性に対して相手が嫌がるような、そう、うん、それは良くないでしょ、はい、だから俺相手にバレないようにセクハラする方法は見出したの。バレない、バレない、絶対にバレない。じゃあ今やってみたらさ、これ女性になってさ、うん、やったら全然バレないってこと、うん、絶対バレない、すごいよ。じゃあやったなって今セクハラされてると思ったら手挙げて、うん、手挙げるわ。じゃあ例えばさ今日パンツ何色とかさ、はいはいはい、良くないなって、うん、めっちゃセクハラじゃん。あからさま、それはもうダメよ。バレる、バレる。でもバレずにパンツについて聞ける技。うん、はい。今日パンツ履いてる？履いてる、履いてる。じゃあ後ろね、パンツの後ろ。ちょっとパンツ履いてる。いや、もうパンツ履いてるがもうダメです。ちょっともうバレてる。これは大丈夫でしょ。ちょっとパンツ履いてるかどうかは。履いてなかった場合だともうセクハラだもんな。ちょっとごめんなさい。履いてなかった場合はもうそれはそういう。おなごだから。ああ、そう。大丈夫だよ、それは。おなごて。いや、まあ、そこはそれは入ってるよ。それは入ってるよって。で、じゃあちょっと後ろ、パンツの後ろね、うん、の部分の、うん、まあ、面積、布の面積をちょっと、これ一番大きい状態から、うん、俺、だんだんこう狭めていくから、今日の布の大きさ、うん、ストップって言ってもらっていい？行くよ、行くよ。よーい、スタート。ストップ。これ今日これ、いや、セクハラだって普通に。セクハラだめ。正式にセクハラだって。ダメ、これダメ。もう布とか言ってるし。で、なんでそのさ、え、これダメって言いながら鼻毛ちょっと抜くの。抜かないで。自然に。これ怒られたこと一回もないんだよ。だから楽しませてたらいいのかな。どうなんだろう。楽しかったら。でも、相手笑ってたから大丈夫だっていう発言は、うん、セクハラ部長の意見らしいからダメなのかもしれない。なんでしかも部長って勝手に決めるの。課長もするよ。一番盛り上がるパターン、うん、すごい後半でストップって。分かった、行くよ、うん、行くよ。じゃあ今日の直子ちゃんの、はい、パンティーの後ろの、うん、幅、布の幅面積、行くよ、はい、よーい、さ、行く、まだ行く、ストップ。なおこちゃん、これ何のために履くの、なおこちゃん。なおこちゃん、なおこちゃん、
なおこちゃん、なおこちゃん、自分今日お仕事帰り、今日お仕事帰りだよね。なおこちゃん、なおこちゃんお仕事、なおこちゃん、しえ、ダメ、ダメだ、もうダメすぎ、セクハラ、ダメか、ダメだよ、それいけないよ。二度とやらんとこ。やんない方がいいか。危ないよ、それ言われる。結構盛り上がってたんだけどな。盛り上がるだろうけど、後に結局言われちゃうかもしれない、うん。で、二人目とか聞くじゃん。うん、で、スタートストップっていう時ある。でかってか。安心。それは冷えない。冷えない。しっかりと包み込む。多分長さはこう。ここまでのやつ。っていう流れを作ることによってあのセクハラにはなりませんよねと思ってたけ ど, ど、ね、ちょっとダメかセクハラかな。ちょっと、まあ、2人目存在してたら大丈夫かもしれないね。ちょっと下りとして成り立ってない、成り立ってるからね、っていうね、そのセクハラをやっぱしていくっていう、もうよくはないけど、まあまあ、できてるセクハラ基本しないでしょ。しないよ、やっぱりその無茶して嫌われたくないからさ、いかに、いかにバレないかっていうのが大事。水面下でずっとしていて、無茶した方が逆にバレないんじゃないそうなのかな、嫌われないと思う、ちょっとタイガーの話した後にこんな話して、あんまり外ではしない方がいいのかもしれない。いやいや、した方がいいよ、下品なんだからタイガーだって下品な男を演じてるから大丈夫です。三谷幸喜さんに感謝しかないよ、本当に。本当そうだ、下品な役をくれて、下品な役をくれて嬉しいと思いません？すごいよね。でもちゃんとさ、見てる人とかにさ、ムカつかれるってさ、最高の誉れだよね。いや、そうよ。そうだね。マジで。演技をしてて、だってフォロワーの方がね、お母さんと一緒に見てて、なんであんたこの人のこと好きなのって言われたって。ああ、なるほどね。そう、もうドラマを見ながら。そうそう。いや、めちゃくちゃいいじゃん。すごいよね。それ嬉しいなと思って。こんな嫌なやつって。そう。で、結構そのさ、鎌倉殿の13人がもう結構後半に向けてかなりシリアスになっていくからさ、だからそこにいるちょっとなんかふわっとしたキャラ、そういうの言っちゃっていいの？いや大丈夫大丈夫、それはもう大丈夫それはもう見てる人はもうね、みんな分かってるから、まあ、もともとだって歴史があるものだから、まあね、これからこういう事件があるとかが、そうそう、主人公がどんどん闇落ちしていくっていうのもみんな視聴者感じてるからさ、確かに確かに、そうなのよ、父上が、父上が、父上が、我が父上がで、たまにあの楽屋とかでそのさ、父上とのさ、話をしてくるじゃない、そういう時にさ、あの父上のモノマネちょっとすんのやめな、あれモノマネはしてない、ちょっとだけ喋り方やるじゃん。いや、そんなおこがましいことしないけど、西本くんみたいな感じでさ、ちょっと入れて喋ってくれる。いや、あのね、父上、まあ、ハイパーリスペクトしてるんだけど、やっぱもうね、オフの状態からめちゃくちゃかっこいいのよ、めちゃくちゃかっこいい人だなって常に思いながらさ、喋ってるからさ、ちょっと寄せちゃうよね、そのかっこよく喋りたいから、めちゃくちゃかっこいいんだよ、優しいし、気にかけてくださるし、もう超かっこいいんだけど、やっぱ喋りのトーンとかもさ、そう、どういう感じで、なんか、西本、小畑とは最近会ってるの？でもバカにしてるって言っちゃった。いやいや、してない、してない、めちゃくちゃかっこいい、本当に優しくてさ、撮影終わった後とかもさ、こっちからさ、ありがとうございましたっていうところなのにさ、森さんわざわざ LINE くださってさ、ありがとうなっていう、やっぱそういう時俺もさ、クールになれないからさ、ごちゃごちゃ言っちゃった、感謝をダラ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 、小栗さんにはあんな忙しい人にもう読ますなって後で思ったけど、俺も感謝伝えたくて、ダラ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 、向こうはありがとうなの5文字でさ、気にかけてくださってるだけなの、本当にありがとうございました。あんちゃんあんちゃんあんちゃん、あのシーンではこれこれこれ、しょうがないよ、ね、ちょっとだるい、ね、だるい返信しちゃったなって反省、反省したわ。まあしょうがないよ。あ、そう、バス来たわ。お、あれ乗んのか、あれか、あれか、いいね、久しぶりだバス乗んの確かに楽しみだ。岡ちゃんの出身高校に営業で行った時以来、確かに、滑ったなあれどう、母校で滑る気持ちバスも